皆さんこんにちは。今回は阪神タイガース岩田将生選手が戦力外通告を受けた件についてご紹介していきたいと思います。阪神は1日梶谷廉投手、片山優也捕手、高濱優斗外野手、岩田将生投手、遠藤場内野手の5選手に来季の契約を結ばないことを通告しました。岩田選手は20年度育成ドラフト1位で阪神に入団し、同期に佐藤輝明選手、村上選手、中野選手らがおり、左サイドスローから多彩なスライダーを投げ分け、和製ジェフと呼ばれていました。22年に支配下契約となり、今季は2軍で46試合に登板して1勝2敗防御率.211と安定した成績を残していたのですが、4年間で1軍登板はありませんでした。球団から通達を受けた後、取材に対応したサウスポーは、今年は活躍できなければっていうのは正直あったんで、わがままを言えばもっと見てほしかったというか、それなりに自分も今年に関しては手応えを感じてたので、チャンスが欲しかったなっていうのが正直ありますと、目に涙を浮かべながら思いを語りました。また鳴尾浜に到着した際には湯浅選手と抱き合い、涙を流す場面もありました。やっぱりそうですね、僕が1年目の時に寮の部屋が一緒で何も分かんなかったところを、あいつが全部一から教えてくれて、あいつも怪我してたし僕も怪我してたんで、お互いに甲子園で投げようなんていうことをずっと言ってきて、彼は彼で WBC とかいろいろ選ばれて活躍してるの知ってますし、今のしんどい状況も知ってるし、甲子園で一緒に投げられなかったというか、リレーができなかったのはちょっと悔しいですし、申し訳ないなっていう気持ちですと、涙を流しながら悔しさをにじませました。今後については現役は続けたいと思いますし、もちろんタイも全然元気なんで、お話があればって感じですね。とりあえずオファーを待ってという形になりますと、現役続行を希望しています。そんな岩田選手を詳しく見ていきます。岩田将生選手の2024年の年俸は440万円で、岩田選手は2020年の育成選手ドラフト1位で阪神タイガースに入団しました。岩田将生選手は現在結婚していません。まだ若く、プロ野球選手としてのキャリアに集中しているため、結婚はもう少し先のことかもしれません。彼女がいるかどうかについての情報は公開されていませんが、今後のプライベートな情報にも注目が集まることでしょう。岩田将生選手は福岡県福岡市出身で、福岡市立吉塚小学校に通い、吉塚クリッパーズでソフトボールを始めました。その後、福岡市立吉塚中学校に進学し、福岡ボーイズで硬式野球に転向しました。高校は九州産業大学附属九州高等学校に進学し、大学は九州産業大学に進学しました。九州産業大学では2年春に防御率 1.44、 リーグ最多の7勝を挙げて MVP を獲得するなど優れた成績を残しました。そんな岩田将生選手は福岡市立吉塚小学校でソフトボールを始め、その後福岡市立吉塚中学校で硬式野球に転向しました。高校時代には九州産業大学附属九州高等学校で活躍し、大学では九州産業大学に進学しました。大学時代には2度の左肘手術を経験しながらも、リーグ戦で優れた成績を収めました。2020年の育成選手ドラフト1位で阪神タイガースに入団しました。岩田将生選手は1998年6月16日生まれで、現在26歳です。福岡県福岡市出身で、身長178センチメートル、体重75キログラム、左投げ左打ちの投手として活躍しており、趣味は野球観戦や映画鑑賞です。特技は変則的な投法で、トルネード投法を彷彿とさせるサイドスローからの投球が特徴です。岩田将生選手は2021年にウエスタンリーグで8試合に登板し、2勝0敗防御率 2.70 の成績を残しました。2022年にはオープン戦で5試合に登板し、防御率 2.08 を記録しました。2023年には2軍でチーム最多の41試合に登板し、防御率 1.97 をマークしました。これらの成績からも彼の実力と成長がうかがえます。岩田将生選手の魅力はその独特な投法と安定した投球にあります。彼のトルネード投法を彷彿とさせるサイドスローからの投球は打者にとって非常に厄介です。関係者は彼の冷静な性格と粘り強さも大きな強みです。性格を動物に例えるならば、
彼はカメレオンのような選手です。状況に応じて柔軟に対応し、常に最適なプレーを見せることができるからですとコメントされています。この件に対して SNS では、惜しいな、今年は岩貞がダメダメだったし、島本も不安定だった、安定したサウスポーだった桐敷には大きな負荷がかかっていた、伊藤を中継ぎ起用したり及川を中継ぎにしたりしてるくらいなら岩田を試してみるくらいしてもよかったのにと思ってしまうな。岡田さんがこれと決めた選手以外は断固として使わないという起用方針の被害者と言うべきかな。数字的には決して悪くないし、ウエスタンで見ていた他球団が取ってくれるかもしれないね。めげずに頑張ってもらいたい。なんなら阪神戦で良いピッチングをして、岡田さんにあの時使っておけばと悔しがらせてやってくれ。まあ同一リーグに移籍されたらそんなこと言ってられなくなるかもしれんが、阪神ってサウスポーの対応かなり苦手なイメージあるしな。他の選手はチームの構成考えるとまだわかるけど、岩田はチャンスを上げてほしかった。富田は成長したが、及川と門別が伸び悩み、島本と岩貞と伊藤が全く使えなくなってしまったので、左投手は手薄、ベテランの岩崎、中堅の大竹、怪我明けの春と桐敷、富田の5人以外は来年も計算できない。被打率、四球率も一軍に昇格した川原よりも優秀だったのに、個人的には岩田よりも鈴木の方がどうしようもないと思う。育成落ちするかもしれないが、岩田の方を切ったのは残念でしかない。正直今回の戦力外選手は本当にこれで良いのと疑問が残るメンツでした。もちろんファームの試合を全部見てるわけではないし、内側のことはわからないので一概に批判はできませんが、梶谷投手は100歩譲って年齢的になことに一度ソフトバンクを戦力外になってること、阪神3年のトータル成績を見てと判断材料はわかります。でも岩田投手、遠藤選手はまだ若いし、2軍で良い成績を残してもチャンスもありませんでした。せっかく FA も取らず、ベテラン優遇もなくし、若い選手の新陳代謝もうまくいってたように見えたのに、この判断は本当に阪神にとってプラスなのか、また世代交代のできない時代にならないかと少し不安にもなりますね。通告を受けた選手たちにまた活躍の場があることを願います。ひとまず阪神での選手生活お疲れ様でした。岩田と遠藤にはチャンスを与えてほしかったです。島本、岩貞が微妙な年齢になってきたし、このまま衰えるかもしれない。桐敷と石井は使いすぎ、案外岩田の出番はありそうな気がします。去年内野のできる山本や板山をリリースしたせいで、正番、喜朗、中野、浩二、山田くらいしかいない。熊谷と上田はダイソー、守備固めに特化している。保険として遠藤は残していてもよかったと思います。いかがでしたか。今回は阪神タイガース岩田正樹選手が戦力外通告を受けた件についてご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。